はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は9月の21日、はい、81回目の配信となります。はい、今日はなんと中秋の名月。そうですね。ということね。なんか、なんだっけ、8年ぶりぐらいに満月。そうなんですね。ちょうど満月にぶつかってて、すごく、まあ、クリアに見えれば素晴らしい満月が見られるはずなんですけど、なんか昨日ね、見たらね、お月様がいつもより大きく見えた感じが。そうね。だから、いわゆるスーパームーンに近い状態じゃないかな。そうですよね。で、なんか僕イメージとしては十五夜って全部満月のイメージがあるあったんですけどね。そうじゃない時も十五夜があるってことですね。そうなんですね。あ、中秋の名月。そう、中秋っていうのは、秋の、秋の季節っていうのは、そうですね、7月から9月の間を秋と昔旧暦で言ってたわけなんで、それのちょうど真ん中に、9月のちょうど真ん中っていうところを中秋の名月。旧暦の話だよね。それは旧暦です。ですから新暦になると10月ぐらいになったりするんですけど、はい、では今日これから動画配信するので、その動画配信して見たらすぐに外行って月を見てくださいね。あ、でもね、結構遅い方がよく見える。いや、ただね、今日はね、曇りで雨、ところどころ雨というね、天気予報だった。そうか、全国で見れるところと見れないところがあるんだね。そうなんですね。はい、今日は何を歌っていただいたんでしたっけ？ふるさとのっていうのです。ふるさとのですね。はい、石川啄木の歌に、平井康三郎さんが作曲した曲です。はい、はい、では、ふるさとのをお聴きください。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。このふるさとのというのは石川啄木の詩っていうふうに言ってましたけれども、詩っていうよりも歌ですね。はい、石川啄木は岩手県ですよね。はい、岩手県のどの辺でしたっけ？渋谷村っていうのはもともと盛岡市の中に含まれるみたいなんですけどね。うん、あ、そうなんですね。
それでじゃあこの辺りから見える山といえば、あの岩手山ですね。岩手山ってあの岩手片富士って言って、あの硬い方がすごくなだらかで綺麗で、硬い方がゴツゴツしてる、まあ、ゴツゴツっていうかね、ちょっと崩れてるっていうふうに、うん、僕らの岩手住んでてね、一ノ関住んでた時に何回かあの見たことありますね、岩手さん。そうですかね、私はちょっと記憶にないです。あの割と近くに小祝農場があ、そうですね、あそこ行ったことありますね。遊びに行った時に多分岩手さんが見えてたとは思うんですけども、啄木っていうのはなんか岩手だけじゃなくて北海道行ったりね、あの大変苦労した方で、うん、しかも早くからあの才能があったもんですから、うん、あのそういう世界に 文学の世界に 入りたいっていう、まあ、焦りもあったんでしょうけども、うん、まあ、上京したけれども、うん、なかなかうまくいかない。2年先輩に金田一京介さんという方がいらしたから、国語学者、そう、それで、うん、あのそこを訪ねていって、うん、まあ、いろいろな方と会ってや、うん、あのしたんですけども、やっぱり歌を書く人たちっていうのは生活が非常に苦しくって、うん、結局またあの北海道の、函館、小樽、札幌、釧路などの、うん、まあ、新聞社とか、うん、そういうところにあの本当に駆け足のようにして、うん、あの通り抜けて、うん、こうやってまたあの東京に帰ったんですけど、うん、結果的には、まあ、貧乏と病苦に、うん、あの悩まされて、うん、結局26歳で亡くなってしまったっていう方なんですね。一方、作曲の平井康三郎先生の方は何かありますか？なんか私びっくりしました。こんなに華麗な一族がいるのかしらと思うぐらい、うん、あの素晴らしい音楽家の一家なんですね。平井康三郎先生の息子さんが平井丈一郎さんとか丈二郎さんとかという方チェリストとピアニストで、チェリストはあのパブロ・カザルスにお弟子入りしたり、うん、それからピアニストの方は雅子様 の、うん、あのピアノの先生をなさったり、はい、まあそれお孫さんたちも皆、うん、あの立派な音楽家になってらっしゃるんですね、うん、というエリートの家系ですね。そうなんですね。しかもご本人も93歳まで生きられまして、うん、あの紫綬褒章とか、うん、あのですね、その後に勲4等旭日小綬章なんていう勲章までいただいたりして、うん、本当に私は充実したいい、うん、生涯を送られたんじゃないかと思いますね、うん、はい、はい、ということで、今日は石川啄木作詞、平井康三郎作曲のふるさとのをお聴きいただきました。ではまたね。はい、またね。